バニーズ京都 SC はかつて存在した日本の女子サッカークラブ、京都府京都市を中心に活動していた。ルーツとなるチームは大阪市西区のうつぼ公園を中心に活動していた大阪 FC レディース。理事会で承認され、1990年1月にゴルフ場運営会社の朝日、国際開発株式会社による女子サッカー部として、 大阪 FC レディースを基盤とする形で創設され、初代監督に大阪 FC レディース監督の河本正彦が就任した。またクラブ名は、当時の社長であった辻本太郎の絵とと、社内で用いられていたうさぎのキャラクターを元にして、河本が役員会で提案し、ACC バニーズと解消された。また大阪 FC レディースの選手で、 ACC バニーズにも参加したゴールキーパーの大向井、牧がうさぎのキャラクターをデザインし、エンブレムの一部として採用された。その際、朝日国際開発が経営するゴルフ場の本社が、所在する兵庫県宝塚市に、社員寮を用意し、練習場を、伊丹スポーツセンターでスタートした。この年、関西女子、サッカーリーグに所属し、また、 第12回全日本女子サッカー選手権大会に出場した。この成績をもとに、翌1991年から日本女子サッカーリーグに日光証券、ドリームレディース、松下電機、LSC、藤田天内 SC マーキュリーとともに、朝日国際バニーズとし参戦した。1995年、朝日国際バニーズの運営権は、 朝日国際開発志願者である J&G に移行され、それに伴いクラブ名称も宝塚、バニーズレディースサッカークラブと改名された。この頃から地域密着を掲げての活動を開始。日本代表選手だった水間由里子、野田明美や外国人選手が在籍し、その他の選手も競技に専念。年間2億円以上の運営費により勝利給も支給されていた。 1997年は年間順位再開で入れ替え線に回ったが、熊本に2002勝で残留した。1999年、J&G が運営から撤退。1999年からは自立のスローガンを掲げて、選手、コーチ人、クラブスタッフの融資を中心に勉学、仕事とサッカーの両立を目指すこととし、2000年には完全な市民クラブとなり、 宝塚市民、講演会員、選手の家族などの支援が活動が中心となった。2003年には L1 参入決定戦で2位に入り一部昇格を決めた。仕事や学業を終えた夜間に練習を行うが、練習場の確保もままならず、遠征費も選手たちが自費で年出するなど経営は非常に厳しく、そのため遠方での試合にもバスによる移動を。 強いられていた。そのような中で、京都府サッカー協会への遺憾交渉が進められていった。2006年、宝塚バニーズを解散の上、選手はバニーズ京都、または他チームと契約するという形を取った。また下部組織チームについて、当時京都府サッカー協会女子委員長であった宮内明が監督を務めていた、女子サッカークラブ、FC シュピーランと合併の上、 同クラブを下部組織化する形を取り、2006年2月にバニーズ京都サッカークラブが誕生した。監督としてアルビレックス新潟レディース元監督の牛浜誠が就任した。一方でスポンサー企業探しも行われ、多くの選手はスポンサー企業での就業を圧戦されるなど、競技環境は大幅に改善されることになった。下部組織はバニーズ京都 SC。 シュピーラン、バニーズ京都 SC、シュピーランジュニアとがある。前者は U-15 以上の世代に属する選手が、後者は U-12 世代の選手が所属。2009年度より、チーム名を、バニーズ京都 SC ガラシャと改名の上、Q のシュピーランを、サテライトチーム化し、O-19 で、トップチーム登録外の選手やレギュラーを、 獲得していない選手が所属できるようにした。2008年5月13日、クラブ運営団体は NPO 法人の認証を受け、特定非営利活動法人馬に京都を設立。2017年に入れ替え戦に勝利して、なでしこ2部に昇格した。2020年12月21日、2021年シーズンについてトップチームの運営を 群馬 FC ホワイトスターへ移管して活動を継続、新名称はバニーズ群馬 FC ホワイトスターとなることが発表された。ホームゲームを開催するスタジアムは、京都府立山城総合運動公園対応が丘、陸上競技場、亀岡運動公園陸上競技場、京都市西京国総合運動公園陸上競技場、研究技場などである。 練習場は3型ウン常用人工芝グラウンドであり2013年より使用している GKDFMFFW 一覧を表示する。ありがとうございます。